えー、そうアリスにね頭なでてもらっていいって聞かれてかわいいと思ってちょっとさすがにかわいすぎたや <laughs> めっちゃ心配してたけちょっと違かったらどうしようと思ってあれでちょっとね歩いてたんです今日 <laughs> ちょっと外歩いてあれであれに帽子かぶってたんですけどちょっと浮くかなと思ってもうね見られためっちゃ。 でも、だって正直変な格好で歩いてるからさ、めっちゃもう、おかしいやん。どう考えても。おかしいやつやん。ちょっと視線が痛かった、ずっと。メンバーで誰が一番、好判断でしたえ、あゆみんがめっちゃ反応してくれて。そうあゆみんがめっちゃ面白かったの、今日。えめっちゃいいよって言ってくれて。ちょっと、まあちょっとだけ納得できない。えのね、なんかね、アニメのキャラ見すぎてさ、いや、アニメには、 もう絶対に及ばないのは分かってるけどなんかマジ好きなアニメのキャラ見すぎてちょっと納得まだいかないので <laughs> 次をちょっとクオリティ上げようと思ってヤンキー高校バージョンを見てみて確かに家で今日はねなんかさ好き好きなあれなんですけどただの自分の自分のただの好きな <laughs> 漫画の設定なんですけどあれですねなんか真面目っぽいけど 実はみたいな「実はピアス負けてるよ」みたいな「稲をちょっと入れてるよ」みたいな「裏では」みたいな感じのキャラにしたくて学ラン全部締めたそう堀宮堀宮そう堀宮のね私は宮村が大好きなんでそう宮村が自分はマジで好きなんで初コンタクトのお気持ちいいわえめっちゃ見えやすい世界が変わる普通に <laughs> 眼鏡もね眼鏡でねどうようめっちゃ弱くて動が。 眼鏡してもあんま見えないからしかも自分のねあの目の度数わかんないんですよねだから勘でコンタクトも買ったんやけどめっちゃ見えたよかった <laughs> っていう合わない度数だと目が悪くなるえ待ってこれって合ってる文字見えるなやばい待ってちょっと待ってやばい <laughs> 床にこぼした床にこぼしたもう最悪置いてたジャム イエスフローリングでですなんでかにのちょっと本当にきれい最悪なんですけどあのちょっと今日朝時間なくてやばいと思ってパッて出てきて今あのす机の下に置いてあって気づかないでさっきあの足で床うかギュッてやってしまってその時に「もう最悪ふた開けたってちょっと本当に普通に締め忘れてたいやマジで最悪もう。<laughs> それ机の下にジャムどういうもうマジで最悪もう最悪すぎるもういいやあとで取りますなんか乾いた方が取れるかな一周回ってえー、マジで終わったまいっか